はい、酒好きな元新潟人の、飲酒動画です。今日紹介するのは生ビールですね。クラフトラベル。クラフトラベル。柑橘香るペールエール。アルコール度数 5.5%。原材料が、麦芽とホップ。これは札幌ですね。柑橘香るペールエール。ビールのある日々に新鮮な驚きと楽しさを、そんな思いを込めたちょっと前向きで晴れやかな気分になれるビールです。フレーバーホップが織りなす柑橘の香りと個性的なのに親しみやすい味わいをお楽しみください。柑橘の香りが4つ星、コクが3つ星と書いてあります。琥珀色です。これ結構高かった気がするんだけど、どこで売ってたっけな。乾杯。あ、うん。ちょっと違うな。なんか香りが確かに柑橘系なんだけど、ちょっとだけ違う。なんか柑橘の甘みを感じるような味わいですね。どっちかというとオレンジっぽい。柑橘系って言っても、なんつうかな。オレンジの、どっちかというとオレンジだな。グレープフルーツとかよりは、オレンジ方面の、オレンジジュースを思わせる、ちょっと甘いような、風味が甘い。実際味はそんな甘くない。っていうか甘くないんだけど。でも少なくともほぼ苦くはないですね。ほとんど苦味がない。からこそ、ちょっと甘いような風味があるね。うん。これは面白いですね。うん。柑橘系で言うと、大体ほら、ちょっと苦かったり、柑橘類のその皮の果皮の苦味っつうか、そういうのが感じられてたのが多かったんですけど、これは、どっちかっつうと甘さに、重点を置いてる。こちらが、種類がね、3種類あるみたいですね、この、クラフトラベルシリーズ。で、それの飲み比べセットが4本で送料無料で1152円で売ってるみたいです。4本です。まあ送料無料やったらな。ちょっと買ってもいいかもしれない。1本300円ぐらい。3412やから。まあ、300円も1000ぐらい。多分大体持ってると思うけど、1つ持ってねえけど、まあいいか。ちょっとあれですね。札幌ビールのネットショップに売ってます。
一応ネットショップだけあって、いろいろと売ってるみたいですね。札幌ピン。空模様っていう札幌ビールの札幌ビールのビールなんですけど、流れる雲のバイゼンっていうやつと、日差しのピルスナー、月夜のデュンケルっていう3種類のやつがあるみたいですね。これ見たことないな。これどこに売ってんだろう。見たことないですね。空模様。めちゃくちゃあの、缶の柄がすごい。綺麗。めっちゃ綺麗。これうまそうやな。なんとなく。色がすっげえ綺麗。こんなビールあるんや。空模様。札幌ビール。こんなの売ってるとこ見たことないけど。札幌ビールでしょ。札幌ビール。あ、ネットショップオリジナル商品って書いてある。栃木県限定発売だって。なんだよ。栃木限定かよ。道理で見えねえと思った。ちょっと飲んでみたい。栃木限定だの、静岡限定だの、新潟限定だの、北海道限定なんてのもあるな。ちなみに、新潟限定の風味爽快にしてっていうやつ。これまずいんです。ものすごいまずいっていう。よくこんなの発売したなっていうレベルのまずさ。本当にまずい。第3のビールよかね、下手したらまずいっていうレベルのビール。よくこんなの新潟の限定ビールにしてくれたなっていう感じですよ。俺のね、同僚もね、言ってましたよ。元同僚言ってましたよ。クソまずいって。確かに。確かにクソまずいなと思って。なかなか特徴的なペールエールでしたね。若干。コクはあるか。ここやっぱりペールエールだけあって、かなり重たい。舌にだいぶ残る感じがあるからね。甘みが、まあ、程よくあるか。ペールエールにしては結構甘い。香りもあるし、香りもやっぱ強いかな。まあ、これは、まあ、まあまあ。まあまあまあ、美味しいでしょう。4354です。ご視聴ありがとうございました。